どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。ロイド召喚獣死亡！行きました、ロイド召喚獣が！ロイド召喚獣死亡のお知らせ！今日はですね、追悼式を追悼式を取り行っていきたいと思います。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。リミットレギュレーションが12月の11日、予定で、適用予定で、本日の12月の5日に発表になりまして、ですね、リミットレギュレーションね、デュエルリンクス結構いつ発表されるか分かんないんですよね。この辺はちょっと計画的じゃないのがなんかよく分からないんですけれども、 KC が終わってこのぐらいの段階でいつも発表になるんですが、今日はこちらのリミットレギュレーションの内容について皆さんと一緒に見ていきながら、どんなデッキが死んだのか、そしてどんな、デッキが、生存確認できるのか、そして蘇ったのかというのを見ていきたいなと思います。まずはですね、これですね、コンセントレート物理的なパワーワードがすぎる。規制分見ましょう。リミット2です、これ。ちなみにリミット2、一撃でデュエルを終わらせることができるため制限します。いや、物理的パワーワードすぎん。ですね、私最近ですね、ツイッターでデュエルリンクスの流行語大賞っていうのも皆さんの投票により決定しようと思ってたんですが、やり直します。ちょっと候補にこの一撃でデュエルを終わらせるっていうパワーワードは入れなければいけない、絶対に。なのでちょっと投票をやり直します。なのでちょっとご投票いただいた皆さん、ちょっとお手数なんですが、もう一回お願いします。はい、これ調査はツイッターで発表します。今まで規制分はたくさんありました。例えば局所だったら、一瞬で、デュエルを終わらせる強さとか、あとマキシマムだったら全てを終わらせる動き、そしてここに来て一撃でデュエルを終わらせることができるという、このパワーワード三種の神器リンクス版パワーワード三種の神器というものが、存在しますので、これだいぶいいね。運営さんちょっとね、ちょっとキレ、運営さんキレッキレの文章、これをね取り戻してきたかなと思います。はい、これちょっと嬉しい、逆に嬉しい。今まで前のリミット発表はふざけるのやめて、なんかすげえ真面目に発表してたんですよ、規制文を。で俺動画内で何真面目に発表してんだっていう、ちょっとキレるっていう、若干事案がね発生したんですが、今回はちょっとふざけてますよね、これちょっとふざけてるでしょ。俺コナミさんにも言っといたんですよ、いやあれふざけた方がいいですよって。ふざけましたね、ふざけましたよ。これはコナミさん、僕俺この姿勢ね好きなんですよねそんなのどうでもいい、そんなのどうでもよくて、これパックさんなんですよ、コンセントレートで。今回パックさんに他にも召喚獣メガラニが SR ね、 SR 以上っていうね、 SR でメガラニが入ってるんで、だいぶこれまた思い切った、まあ局所と同じですよね。局所的ハリケーンもリミット2なんですけど、今あれパックさんなんで、また各地から叩かれる可能性はありますけれども、まずはじゃあちょっとリミット1から見ていきますか。リミット1、召喚獣コキュートス、デュエルを停滞させやすいカードだったためテンポを維持する狙いで制限しますと。ですね、これは主にどういうデッキが死ぬかっていうと、魔導召喚獣、魔導召喚獣っていうデッキがありましてですね、魔導書と一緒に組み合わせるっていう召喚獣を、あのデッキがあったんですけども、コキュートスが2連打ができなくなるんですよ。リミット1ってことは1枚しか入んないんで、なんでコキュートス2連打、例えばコキュートス出した後にまた次のターンでコキュートスっていうことができるんですけども、普通だったらこれができない。つまり例えば深淵の宣告者とか、ラバゴとか、ああいう、あと痛み分けとかね、ああいうコキュートスを処せるカード1枚打てばコキュートスもいないんで、まあ、そこそこね耐久力落ちるんですよね。なんでまあ相対的に見るとそういう、召喚獣魔導みたいなデッキが死亡です。あと単純にでも召喚獣自体はコキュートス1枚っていうパターンも多かったんで、まあそこまで知らないかなと思うじゃないですか、思うじゃないですか。リミットにやばいんですよ、リミットにやばい、本当に語彙力がなくてあれだけどやばい。ロイド召喚獣完全死亡です、完全死亡、これは言っていいと思う、完全死亡と。いやーやばすぎる。なんかコナミのさ、
なんかその運営さん多分なんですけど、多分なんですけど、ロイド召喚獣にあの KC で死ぬほど負けて死ぬほど負けて、なんなら親殺されてるっていうね、ロイド召喚獣に。これ多分ね、相当親殺されてるレベルで恨みを持ってるやつが、このリミット考えているかなと思うんですが、メガラニカ、そしてカイトロイド、リミットコンセントレート、これ全部リミット2と。いやー、無事死亡、無事おめでとうございます、おめでとうございます何のおめでとうか、何のおめでとうかちょっとよくわかんないけど、メガラニカとライケリー、これねエクストラモンスターが多分リミット入ったの初めてなんですよね。でメガラニカが2になって、カイトルと2になってコンセントル2になるんで、今までその召喚獣、ロイド召喚獣っていうデッキが、まあ、この辺のモンスターありだったんでね、これ完全死亡です。でね、1個言いてえのはこれね、カイトロイドのリミット、カイトロイドのリミットさ、これ早くないえ、だってこれ最近だよ、11月、多分 KC の3日前とかだよ実装になったの、2枚目が。いやいやいや早いだろ、これリーフフェアリーと同じじゃねえかよ、これ速度的には。速度、これリーフフェアリー感あるよね、これリーフフェアリー味があの感じられる、このリミットの速さ。いや俺ちょ1個言いたかったんですけど、なんかね昔はね、昔は結構そのこのリミットのかけ方がまあまあそこそこ、まあ、まあなるほどねっていうリミットのかけ方だったし、あと実装するカードもまあまあまあある程度バランス考えてるんだろうなっていう感じはあったんですけど、あのね最近はね運営さんね多分ね読めてない、あこれはっきり言うわ、これ多分読めてないよ、これ環境どうなるかが読めてない、このカードを実装してどうなるかが、うん。これ誰が考えてんだろうな、これ読めてないです多分絶対に。だってさ早いもん、カイトロイド早いし、あとコンセントどう考えても遅いしリミットが、これだってさデュエルリンクスってあんまりそのリミットの発表の時期が決定してないんですよ、あの OCG みたいにこの何月に発表しますみたいなないんですよ。だから別にコンセントやばいなと思ったらすぐかけないんですよ。なんだけどこれここまで放置でしょ、でカイトロイドは逆に早すぎるでしょ。まあこれはしょうがないけどね、正直しょうがないけどさ、いやーこれの辺はどうなのかなっていうのは思いますね。はい、でちょっと召喚獣メガラニカとロイドとカイトロイドとコンセントのリミット2によって、例えばまあ狡猾エネコンガン積みロイド召喚獣みたいなのができなくなりますよね。でカイトロイドってワンキルを防ぐ目的で一応実装されたっていう体だったと思うんですけど、そのワンキル防ぐデッカードなのにワンキルするデッキに入っちゃってるっていう本来の意図していない目的で使われていますみたいなことだったんですよ多分。これ本当のその規制分俺が考えるとしたら、デュエルを停滞させる目的で、実装したんですが、デュエルを一瞬で終わらせるデッキにばかり入っていたため制限しますっていうこういう文章なんじゃないかなと考えるんだろうね、思いますね。はい、でまあロイドがカイトロイド、メガラドシティでサーチがかなり しにくくなるんで、またメガラニカとも併用できなくなるし、あとコンセントがやっぱ詰めなくなるんでロイド召喚獣に。なんでですね、まあそうですね、クソゲーワンキルコンセントロイドグッドグッドグッドっていうあのクソみてえな環境にはまあ多少抑制かかるかなとは思いますけど、まあね他のロイド召喚獣じゃないデッキにはまだまだ入るんですよ多分。リミット2枠としてコンセントレートを入れると、例えばエネコン狡猾じゃなくて例えば底なしとかカナディアとかそういうカードとかにしてリミット2の枠をコンセントレートするっていうことはまだできるんで、まだねクソゲーワンキル自体が減ったかと言われるとうーんっていうのはあるんだけど、まあロイド召喚獣自体はかなり死亡なんでこれで、うん、まあその辺はありがたいかなといったところはいですね。まあ、まだ死にません多分。召喚獣も今リミット1にコキュートスでリミット2にメガラニカっていうものがあるんですけど、プルガトリオさん、プルガトリオさんはかかんないんですよ、まあ、UR なんで、あれあれ UR なんですけど、なんでプルガトリオさんを主軸にして炎属性召喚獣何かね、そういうのは多分まだいける、まだいけると思う多分。例えばラバル召喚獣とか、ああいうのもねまだね結構そこそこ強いんですよ、召喚獣がそもそも強いから。なんで まだいけるかな、うん、まあ、ロイド召喚獣は完全死亡ですけどね。はい、でアサルトブラックフェザー周囲の雷切り、これはですね
ブラックフェザー多分ねまだ死にません。召喚獣自体は死にましたけど、ブラックフェザーは多分知らない。なんでかっていうと、リミット2に周囲のライキリが入っても、今一番まあそのなんかテンプレ構築みたいなやつは、あの狡猾とかが入ってるんですよ。狡猾とか局所とかが入ってると思うんですけど、ブラックフェザーあれが積めなくなるわけで、例えばコズミックサイクロン3枚積んで、ブラックバードクローズを2枚積んで、周囲のライキリを2枚積むとかいうことはできるんですよ、まだ全然ね。なんでブラックフェザー自体が死亡したかっていうと、そうでもなくて、まあ狡猾、ブラックフェザーデッキから狡猾とか局所が飛んでくるっていうことは少し減るかなと思いますけど、まあ一応まだライキリ1枚の狡猾1とか、ライキリ1の、局所1っていうのはできるんで、まあ絶対とは言えないですけども、まだブラックフェザーは全然死んでないです。はい、まだまだいけます、まだまだいける。まあブラックバードクローズ飛んでくるから普通に強いよ、多分普通にブラックフェザーまだまだ強い。はい、なんでこんなの痛くもかゆくもありませんみたいな感じで、まだブイブイ言わしてくるやつはいると思います。はい、で、コアキメールの降格ですね。コアキメールの降格、混合格の制限を解除すると、これがベイブレードが解除になるんですよ。リミット解除で、リミット2の枠に代わりに降格を入れるよっていう感じなんですけど、俺これちょっと思ったのは、このベイブレーダーの出張セット、ベイブレード出張ハッピーセットっていうのがあるじゃないですか。混合格3、マキシマムが1で、アイスもしかしたら1で、コウオカクが1っていう、今までのコアキメール出張セットがちょっと復活するんですよね。ちょっと復活しそう。うん、なんでどうなんだろう、これ大丈夫なんかな、これ大丈夫なんていう話はありますよね。なんかどんな歴からでもなんかひたすらにベイブレードゴーシューって飛んできてどんな歴からでもなんかゴーシューされて、なんかそのマキシマムパーン出てきて1枚ポーン破壊されて3でボーンみたいなことが復活するんで、これ大丈夫なんっていう気はしてます、ぶっちゃけちょっとね。まあこれあれですよ、ミスターシャチョコさんは歓喜、ミスターシャチョコ歓喜のリミットとなっております。これミスターシャチョコさんがコナミに圧力をかけたまであります。はいすいません、一言言います、嘘ですよ、嘘です、冗談です。で、アレマの魔導書、これに関しては今までリミット1だったんですよ。なんで制限緩和されることによって何が起きるかっていうと、ゲーテの魔導書を打つ回数が増えるんで、ちょっとね、なんで魔導書そこそこ強くはなりますね。また少し復活すると思います、魔導書なんですけど、まあ一応スキルの光と闇の効果の修正とかがあって、コズサイを入れないといけないっていうのもあるし、交換するためにサイマジ持ってくるとか、いうためにね、あと召喚獣デッキと混ぜる召喚獣魔導も、この呼吸としてのリミット1によってちょっとやっぱ辛くなるかなとも思うんで、まあそこそこバランスのいい感じにはなってるのかなとは思いますけどね。まあゲーでまた何回も飛んでくるのクソうぜえけど、うん、まあこの辺はまあいいのかなと、潰しすぎた感じがあるんでね、魔導書は。はい、といったところでございます。総括すると、コナミさんが、ふざける精神を取り戻しましたよということと、ロイド召喚獣が行きました、ブラックフェザーはまだ死にません、魔導召喚獣も死にました、高アキメールのハッピーセット復活します、魔導書ちょっと復活しますみたいな感じですかね。はい、まあ、あと脳死でカイトロイド積んどく外役デッキみたいなのもなくなりますね、多分ね。ということで皆さんもどう思ったのか、ぜひね、ご意見をお聞かせいただければ幸いでございます。流行語大賞、リンクス2019年度流行語大賞の投票は、これのせいでやり直しますんで、ぜひね、ツイッターのチェックをぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。